相鉄沿線散歩、皆さんこんにちは、ダグバです。今日はこれね、横浜市旭区にある若葉台団地というところに来ております。前回の動画の時に上瀬谷ラインの、経由地としてちらっと紹介したんだけれども、その場所に実際今日来てます。ちょっとごめん、うろ覚えなんですけど、70棟ぐらいの、分譲と賃貸合わせて、マンション、アパートを建ってるというね、結構マンモス団地ってやつですね。で、そこの一角にあるチャレンジャーというね、これね、天然温泉ご湧いてるところ、チャレンジャーというところがあって、今そこからオープニングやってます。前回ね、すいません、陸の孤島なんていう言い方をね、若葉台の団地のことを言ってしまったんですけど、もう本当申し訳ございません。陸の孤島ではなくて、正しくは僻地です。はい。三峡と、あとなんだ、鶴ヶ峰、それから十日市場とか長津田あたりから来れるんですけれども、まあ、全部バスだよね。まず徒歩圏内ではもう決してないので、気をつけてください。訪れるときはもう車で来ることをお勧めします。でここ本当にね、いろいろ要所要所にポイントがあるんで、車で移動しながらじゃあ行ってみましょう。よろしくお願いします。さあ、どこに出た？ここはもう開発自体が神奈川県住宅供給公社がやってるらしいのよ。それで、なんかね、1979年に開発、その事業が開発始まって、で、なんか実はもう それからもうずっと作り続けてたの、途中でダメになっちゃったなっていう、なんかバブルが弾けて、でそれからもう計画自体が止まってて、まだあれなんだってさ、未完成の団地なんだって。本当はもっと建てる予定だったみたいな。だからこれだけ公園が多いのもなんかうなずけるよね。敷地が使うはずだったところが、そっかそっか、とりあえず公園になっちゃったんじゃないのかなと思うけどね。そうだ、2万5千人をここに住まわせる予定だったのが、今、そのもうそれからもう40年近く経ってるでしょ。うん、だからもう子供が育って出てちゃってなんてやつ、今1万4千ちょっとしか住んでないっていう、それでもでかいけどね。でかいでかい。74棟経ってるらしい。だから空き家も多いんだろうね。そうだね。若葉台中央というかね、この右手が若葉台中央というのは旭中央病院とか、あとバスの終点がある若葉台中央っていう地区なんだけど、そこからこれ西になるのかな、赤根っていうね信号があります。これ結構ね、若葉台の中ではね目印になってる。でここは今いる場所は赤根橋っていうふうになっていて、赤根橋ね、ここにね、赤
金橋って書いてある。書いてある。で、このね、各団地の、屋上とか、高いところにね、ああやって見えるかな、鳥がね、今3羽いるでしょう。あれは3丁目ですよっていうことをみんなに知らせるために3羽いるらしいです、はい、本当かどうかはわからない、はい、だから3階区、つまり3丁目ですよっていう場合はあそこは3羽、うんうん、2丁目ですよっていう場合は2羽になってるはず。あ、やっぱあれにあそこ2丁目でしょ。そうだよ、2羽だよ、はい、夫婦発見、夫婦だね。朝日区のね、総合病院、横浜、朝日中央総合病院、ここはね24時間受付というか救急か外来。有名な病院だよね、うんうん、我々も何度かお世話になったこともある、うん、はい、で若葉ショッピングセンターやってきました。ちょっとね面白そうだよ、ね、一応なんか真ん中に広場みたいなのがあって、そこからこう放射状にボンボンとこっちの向こうのな、うん、商店街がアーケードになってるような作りだね。ララポートみたい作りとしてはララポートみたいになってる。面白そう。ちょっとじゃあ下降りてみる。はい、わあ結構人いるね。あ、わあこっちもあるんだ。ちょっとぐるっと、ちょっと面白そうだね。ちょっとじゃあこっちから行く。あ、テリーさんがあるよ。コンビニまだ。え、テリーさんって何？唐揚げ。あやべえ、やべえ、何でもある。面白い。あ、意外と面白いな、うん、おー、なんかさ、こういうさ、団地、うん、もうさ、なんか屋根活気あるよね。活気ある。だいたいさ、こういうところってさ、閉まってるもんね、うん、今シャッターが。ここは結構成功モデルになってるんじゃないの、うん、カメラマン撮っていいですか。どうぞすごい賑わってる。賑わいよね、うん、おじちゃん撮って平気。いやいい撮って、こんな私でよろしい。すいません、すごい賑わいだ。沖縄、ソーキそば、あんまりソーキそば、あ、テイク、あ、沖縄の、うん、そう、なんか食べ料とか売ってると、お花も植わって可愛い。すげえ、こんなひまるキッチン、なんかさ、ブランデリーパークより楽しいね。楽しい。すげえ、極めつけだ、ほら、洋歌堂入ってます。キャンドゥ、餃子、大阪王将、床屋さん、あ、違うよ、ゴルフ。 あ、インドはゴルフだって。あ、シミュレーターがあって、こうやって画面に向かって打つやつだ。横浜インドアゴルフ。あ、
お洋服屋さん、手芸屋さん、ちょっと八百屋さんびっくりだったね。ジム。お団子屋さん、あ、お蕎麦屋さん、お蕎麦屋さん、あ、いや、ちょっとあるし、まだね、閉まってるね、すいません、こっちはシャッター。800円、わあ、美味しそう。お蕎麦にする？美味しい。うまそう。閉まっちゃってるとこあるね、やっぱり。やっぱ八百屋と郵便、あそこの、やっぱ洋華堂の中、洋華堂があるのが大きいんじゃない？そうだね、人呼んでるんだよね。そうだね。床屋、クリーニング。全部住むね。なるほどね。また他のお客様へのご迷惑になるなどの理由から、ペットを連れてのご来場、ご来客はご遠慮いただいております。ということで、若葉台なんだっけ、ショッピングセンター若葉か。実はね、唐揚げ、なんかね、テリーとの唐揚げの天才若葉台店があったから、あの、今注文して作ってもらってる間にエンディング撮っちゃおうっていう話でやってます、はい、でね、若葉台、まあ、なんか思いのほかちょっと楽しかったな。ショッピングセンターも面白かったしね、うん、ちょっともう一回またこれ、あの、プライベートで来ちゃおうかなみたいな、うん、なんかちょっとそういう楽しさありました。はい、はい、じゃあというわけで、この後ね、ちょっと一品粉で太鼓麺かなんか食って帰ろうかなっていう感じなんだけどね、うん、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。次回お邪魔するのはあなたの街かもしれません。それでは、ね。